皆様こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。今、オーストラリアのブリスベン、滞在2日目になります。今、あの、街の中心部のホテルに泊まっておりまして、この通り、大都会、ブリスベンの街の状況が楽しめる場所におりますと。で、今回の動画のテーマは、ここ、オーストラリアで、一戸建てを新築するにあたっての注意点になります。オーストラリアは、 弊社のお客様が海外で一番不動産物件を買っている国です。本当に大人気の国なんですけれども、人気の秘密はいろいろあると思います。不動産の資産価値が上がりやすいっていうのもありますし、管理会社のレベルも高いと。あと、基本的に保有期間中に問題もあんまり起こらない国ですし、政治も安定してる、法制度も安定してる。まあ、将来オーストラリアに暮らして、 ないとか生活の拠点を設けたいみたいなそういう方もたくさん買っておられますとはい。で、オーストラリアは基本的にこの国の市民権か永住権持ってないと中古住宅を買えないという規制があります。ですので永住権持っていない日本在住の方が買うのが基本的に新築のマンションか あるいは土地を買ってそこに新築戸建てを建てると。はい。この2パターンに分かれますと。基本的に都心部のマンションとかってやっぱり持ってて安心感もあるし自慢もできますし、特にタワーマンの高層階なんかはい、好まれる方多いですけど、まあ私みたいに、まあオーストラリアに以前住んだことがある人間っていうのは、やっぱりどうしても土地付きを好む傾向に ありましてはい、そういう方が土地から新築戸建てを建てて、それを貸して運用すると。そういう方も大勢おられますと。今回はそちらの土地付き戸建てを新たに買う場合の、まあ、ちょっとした注意点というお話なんですけれども、オーストラリアは、まず大前提として日本と国情が全然違いますの。日本は今人口減っておりますけど、オーストラリアって今後30年間は、まあ、軽く人口は増え続けるという国 ですで不動産マーケットの構造も大きく違いまして日本はどうしてもその実際に住む人間よりは住宅をたくさん作ってしまう国でありましてでその結果まあ空き家というのが全国1000万個近くあるというふうに言われてますけどここオーストラリアはですね、まあ、見渡す限り空き家なんかないと逆に住宅が足りないと 当然移民とかがたくさん入っていて、まあ住宅需要がずっと旺盛だっていうのもあるんですけど、それ以前にオーストラリアってなかなか新築作れない国なんですよね。作る能力が低いって言った方がいいのかもしれないですね。ここ今ブリスベンにいますけど、近くで大都市といえばシドニー。 になります。でも、道のり1000キロも離れているんです。でその間、ろくな大都市はないので、そしてもブリスベンで建ててるえビルダーさんはブリスベンだけで建てる。シドニーのビルダーさんはシドニーだけで取り、あとはオーストラリアの中で州も違います。ブリスベンはクイーンズランド州。 ですが、シドニーだとニューサウスウェールズ州になりますので、まあその州法も違ったりしますので、なかなかオーストラリア全国ワイドで建てるような大手デベロッパー、大手ビルダーっていうのはいない。どうしても地元の中堅業者しか建てないという、そういう傾向がありますので、この国はもうここ40年間ずーっと 空室率2%以下っていう状態が続いております。ほぼ空き家がないです。なので、一旦賃貸住宅のオーナーさんになってしまえば、非常に居居者には困らない。長期間にわたって安定の賃貸経営ができるっていう、そういうメリットはありますけど、逆に家を借りるっていうことに対して言うと結構、 シビアな国でもあります。はい。このお家借りたいなって思ったらライバルがたくさんわーっといて、一回オープンハウスやると、あの入居申し込み3人4人軽く出るような中、自分を選んでもらわないと、借りて住むことさえできない。まあ、大体そういう感じの国なんですね。だから、そういう状況が続いているので、もうこの国では、住宅を持てる者が持たざる者よりも圧倒的に立場が強い。 という、それが起きてと言ってもいいと思います。あと、これから新築住宅を建てるっていうふうな欄においても、やっぱり建てる人が貴重なので、ビルダーさんの立場が最終消費者である我々よりも立場が強いっていうのがどうしてもあるんです。それ日本と全く真逆なんですけれども、そういう構造があるがゆえに、 住宅これから建てるっていうことになった時に、資材費が高騰するとか、あるいは人件費が上がるとか、いろんな不確定要素があって、建築コストが予期したより高くなっちゃうっていうことが、オーストラリアでもあります。当然どこの国でもありますけど、日本の場合はやっぱりそれがビルダーさんがなんかその企業努力でなんとか吸収して、最終消費者であるお客様に迷惑をかけないっていう、そういう会社が やっぱり多いと思いますけど、オーストラリアの場合真逆なんです。逆にこのビルダーさんが予定よりもちょっと1万ドルとか多くかかっちゃいますから、それ払ってくださいって。最終消費者に追加で費用負担を求められる国なんです。要するにコストが上がったらそれを 最終消費者に転嫁できる国なんですね。全く日本とは真逆なんですけど、そこちょっと注意してください。本当に私もこの仕事やって、このオーストラリアでの新築建て売り契約、何度も何度も目通してきているんですけど、もう明らかにビルダーさん建てる側に有利な契約になっていて、オーストラリア見渡す限りもそういう契約ばっかり、 なんで、基本的にこういうふうに書いてあるんですね。契約で建築価格いくら、例えば31万ドルとか書いてあって、ただその契約価格は固定されたものではありません。次の事象が起こった時に価格が上下する可能性がありますので、みたいなところで、その下にいくつかいくつか書いてあって、まあ、例えば設計文書の不備により追加コストがかかってしまった政府の 建築確認でなんか要求されてそれでコストがかかってしまったとかですね。まあ、いろんな事象に対して最終消費者であるお客様にご負担をお願いしますってここに書いてあるんですね。で私もこれの仕事やってだいたい過去5回ぐらいですね。この建築価格がほとんどん書いた額よりも 高くなってしまって、それを弊社のお客様である日本在住の方に費用負担をお願いしたことがあります。これまでの最高額が1万5千ドルの追加費用なので、まあ約150万円追加で費用をさんいただいたこともありますし、この私が新築何度かオーストラリアで建って,てるんですけど、私自身も追加費用を払ったことがあります。これはもうこの国で不動産の投資やる限り 前提みたいなものなので、もう受け入れざるを得ないんですね。ただ悪いことばっかりではないんですね。そういう我々が追加コスト、例えば1万5000ドルとか払うようなことは、オーストラリア全土で同じようなことを起こっているわけなんですね。で、そうすると、やっぱりこういう人口が増えている国、移民が多い国、 ということもありますので、我々が1万5000ドルの追加負担をしている頃には、マーケットの流通価格が5万ドルぐらいもうすでに上がっていて、完成した暁には、予期した価格より5万ドル、6万ドルぐらい、もうすでに資産価値が増えているということで、つまり最終的に私たちの利益になることがほとんどですので、そこはご安心いただければと思いますが、まずこれオーストラリアで資産価値が安定的に上がって、その不動産投資大人気の国、 まオーストラリアの不動産投資する上で知っておくべきことの一つかと思いますということで今回のお話を終わらせていただきますブリスベンからお届けしましたそれでは失礼しますさようなら